トラック競技男子の 400m ハードルの決勝であります。西日本学生記録は49秒37、大会記録は49秒44であります。決勝に進出いたしました8名の選手を連中にご紹介申し上げます。1レーン角田良一君、中京大学。2レーン新庄裕貴君、同志社大学。3レーン山本亮君、関西学院大学。4レーン吉住康平君、九州教育大学。5レーン有田秀典君、関太平洋大学。6レーン島智也君、関西学院大学。7レーン尾崎祐介君、広島大学。そして8レーンは宮崎大輝君、福岡大学。以上8名によりまして男子 400m 400ハードル決勝の出発であります。どうぞご参加ください。本山以下の結果につきましては電光掲示板をご覧ください。